数学における結合性は一部の二項演算が持つ性質である。演算が結合的であるために満たされるべき条件を結合法則という命題論理において結合則は形式的証明における式に対する妥当な置換規則の一つに挙げられる。一つの式の中に同じ結合的演算が一度に複数現れる場合。 それらの演算を施す順番は、非演算子の並びの順を変えない限りにおいて、結果に影響を与えない。つまり、そのような式における、括弧の位置を入れ替えても、式の値は変わることはない。例えば、等式、4イコール2イコール9、ディスプラスタイルプラス4イコール2イコール9やに、イコール4イコール24、ディスプラスタイル2、タイムズイコールタイムズ4イコール24を例に、 取ると、格好とも左辺と中辺で、格好の位置が変わっているけれども、その値である右辺は変わりないことを述べている。このような関係式は、非円残子を任意の実数とする過法や情報を計算する限りにおいて満足されるから、それを実数の過法及び情報は結合的であるとか、実数の過法及び情報は結合法則を満足するなどと言い表す。 結合性は、二つの非演算子の現れる位置を入れ替えても結果が変わらないことを意味する、過観測とは異なる。例えば、実数の情報が、過換演算であるのは、実数の情報において、非演算子の順番を変えても良いこと、つまり A、B イコール BA が満足されることによる。結合的演算は数学において、あまねく存在する。事実として、多くの数的構造では、 それらの持つ二項演算が結合的であることを明示的に要請される。とはいえ、重要で意義のある非結合的演算もたくさん存在する。例えば原法、べき演算、ベクトルの交差席などはそうである。集合 S 上の二項演算が結合的となるのは、この図式が果敢の時、つまり左上の SSS から右下の S まで行くのに考えうる二種類の経路に、 沿って得られる、写像の合成が、SSS から SA の同じ写像を定める。厳密に、集合 S 上で定義された二項演算が、結合的であるとは、結合法則、Z イコール X、ディスプラスタイル、Z イコール X、クッカドを満足するときに言う。ここで、は考えたい演算を表す記号であって、これは別にどのような記号が用いられても良いし、甘つさえ、 情報を表す記号のない平地記法で、z イコール、x イコール xyz、ディスプラスタイル、z イコール x イコール xyz 角と書くこともある。結合法則を関数記法で表すこともでき、その場合は、f、z イコール f、ディスプラスタイル f z イコール f のようになる。結合性がない場合には、五つの因子、a、b、c、d、 E のこの順での席は、四字のたまり束をなし、それぞれが異なる値を持ち得る。二項演算が結合的ならば、その演算が反復して適用されるとき、その式において、きちんと体になる括弧がどのように挿入されるかを気にすることなく、その演算結果が同じであることがわかる。そのことを一般化された結合法則という、実例として四つの元の席を、 それらの因子の順番を変えることなく書き下せば、5種類の異なる計算順序が考えられる。が、これらの積を得る演算が結合的ならば、一般化された結合法則のノベルに従い、これらすべてが同じ値の積であることが結論される。となればこの積において、括弧は不要のものと考えることができて、この積を紛れの恐れなく、ABCD、 ディスプラスタイルはブクドと書くことができる。このような繰り返しの席において、因子となる元の数が増えるに従って、釣り合いの取れた括弧の挿入の仕方の総数は急速に増加するけれども、演算が結合的ならばそれらの区別もやはり必要がなくなる。結合的だからといって、単純に括弧を取り去ってはいけない例として、相条件を挙げようは結合的であって、 A は C に同値であるが、ABC は普通は、AB かつ BC の意味であって、先の二つとは同値でない。結合的演算において、Z イコール X、ディスプラスタイルセルック、Z イコール X セルックである。実数の加法は、結合的である。結合的演算の例をいくつか挙げる、標準的な心理関数的命題論理において、結合則は二つの妥当な時間規則を言う。それは、 論理学的証明における、論理式に現れる、括弧の位置を動かしても良い規則を述べるもので、論理結合詞を用いて書けばの二つである。ただし、ディスプラスタイルイフはメタ論理の記号で、形式的証明において置換して良いことを表す。心理関数的命題論理における、心理関数の結合詞のいくつかは結合性を持つ。以下の論理統治は結合性が特定の結合詞の持つ。 性質であることを示している。宣言の結合性 R。ディスプラスタイルロー R レフトライタロー R。ディスプラスタイルレフトライタローロー R 連言の結合性 R。ディスプラスタイルランド R レフトライタロー R。ディスプラスタイルレフトライタローランド R。論理同値の結合性 R。ディスプラスタイルレフトライタロー R レフトライタロー R。ディスプラスタイルレフトライタローレフトライタロー R。接合否定は。 結合的でない心理関数結合子の例である。集合 S 上の二項演算が結合法則を満足しない記号で書けば ZX ディスプラスタイル Z ネク X クカドとなるとき、非結合的である必ずしも結合的でないなどという。そのような演算では計算順序は結果に影響する。非結合演算の例としてなどがある。あるいは無限はもまた一般には 非結合的である。例えば、イコール01、イコール1、ディスプラスタイル、ビギン、アラインド、ドツビーイコール0ク1ドツビーイコール1、エンド、アラインド非結合的構造の研究は、古典大数学の主流からはいくらか異なった理由から生じてくるものである。非結合多元間の領域にあって、すでに一大分野へと発展した、リーダ数の理論では、結合法則の代わりに、 ヤコビ高等式が採用される。D 代数は無限小変換の本質的な特質を抽象化するものであり、数学に偏在するものとなった。すでに深く調べられている他の特定種類の非結合的構造もあり、それらは何らかの特定の応用から、あるいは組み合わせ論のような分野から生じたものである。その他の例は、詳しいグループ、順体、非結合的感、非結合的多元感、 果敢マグマなど、詳細は、オペレーターアッシャティバティオ、参照非結合的演算が一つの式の中で、複数回現れる時には、評価の順を差し示すためにカッコを挿入することは、一般には不可避である。とはいえ、いくつかのよく用いられる非結合的演算については、特定の順番に評価することにして、カッコの使用を回避する勘弁記法が、受け入れられている。左結合演算とは、 規約として左から右に評価する。式で書けば、xyz、イコール zwxyz、イコール yz エトセトラ。ディスプラスタイル、ビギン、アレー、lxy、z、イコール zwxy、z、イコール yz、テキスト、エトセトラ。エンド、アレ、クッカドを意味する。演算を言う。同様に右結合演算は、右から左に評価するものと約束する。 xyz イコール xwxyz イコール w エトセトラディスプラスタイルビギンアレー lxy z イコール xwxy z イコール w テキストエトセトラエンドアレークッカド左結合演算も右結合演算もどちらもシじージュール左結合演算の例右結合演算の例評価順について 特定の規約がない演算の例、詳細は演算子の結合性を参照中置け気法を採用しているプログラミング言語においては、任意の演算子について、数学で言うところの結合法則が成り立たないことを仮定して、その式の意味をどういった順序で、値を演算子により結合させたものとするかについて、それぞれの言語にそれぞれ法則がある。演算子の優先順位と、 演算子の結合性。優先順位と結合性は、使用上の表現としては、公文規則の一部として決まっているものが多い。ここでは、例として、四則演算を主に挙げるが、他の演算子についても規則は、同様にある。詳細は、演算子の優先順位プログラミング言語を、参照大抵のプログラミング言語の四則演算の演算子において、加減算より上序算の方が、 優先順位が高いとしているものが多い。すなわち ABC は C という意味であり、ABC は A マイナスという意味である。多くの演算子を持ち、その数に応じて多くの優先順位を定めている C 言語のような言語もあれば、ほとんど優先順位がなく、次節で説明する結合性のみで、どんな演算も左から右、あるいは、 右から左といったように決めている言語もある。大抵のプログラミング言語の指則演算の演算子において、加算と減算、乗算と除算のそれぞれの間には、優先順位に差がない。加減算の連続、例えば ABCDE というような式は、左から順に CD から E という意味となる。このような結合を左結合、あるいは左から右という、逆が右結合、VB のように、 三術演算はすべて左結合としているため、べき上のハットも左結合という言語もある。非結合は右結合でも左結合でもない。例えば比較演算子、のように A、B、C の意味が C でも A でもないというような演算子の結合性である。加算や乗算のみの演算のような順序によらない。演算には順序を定めないという言語も考えられるが、 あまり見られない。ありがとうございます。